はい、ワンピースが大好きな神木です。ドン！はい、今日は久しぶりに、まあ私のコレクションみたいなものをですね、紹介していこうかなと思うんですよ。というのも私ですね、まあワンピースのオタク界隈に属している、まあ古のオタクみたいな感じだと思うんですけど、まあ小田先生のインタビューだったり、まあ対談本とか、まあジャンプだったりですね、まあ小田先生が関わられている、まあ何かしらの商品みたいなものはですね、フィギュアとかはほとんど集めてないんですけど、まあ書籍関係とかね、まあ小田先生がデザインされたものみたいなものは、ほぼほぼ全て持っておりまして、今回はその中でもレアものトップ10をですね紹介していきたいと思います。まあもちろんね、この小田先生からいただいたサイン色紙であったり、声優陣の方々のサインであったりとか、まあこういったナレッジキングのトロフィーとかですね、そういうのはもちろん、宝物としてあるんですけど、まああくまで今回は、世に出たものでレアなものみたいなものを紹介しようかなと思います。まあもちろんね、紹介できないようなレアなものっていうのもあるんですけど、多分それらはね、動画にしたらちょっとまずいので、この長いことオタクをやっている私がですね、集めたものをですね、そういったものを紹介していきたいと思います。これもし一つでもそういうのあったのとか、それ持ってないとかね、そういうのがありましたら、ぜひですね、高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。なんかこういうの久しぶりですよね。さあ、それでは行ってみましょう。はい、それでは行きましょうか。ワンピースオタクが長年かけて集めたものの中で、レアなものトップ10。第10位はこちらです。まあまあ、これは欠かせないですよね。最初に紹介しておきましょう。こちらですね。ワンピース連載開始号の週刊少年ジャンプです。1997年34号ですね。7月22日に発行されたということが、まあ公式見解としては出ております。すいません、当時はね、もう立ち読み世代でした。中学校でしょ、まあ、立ち読みだったんですよね。そしてね、こうワンピースのものを集めるようになって、大人になってからですね、オークションで買いましたね。当時はね、8000円ぐらいで買ったと思うんですけど、今やね、1万3000円とかですかね。で、その後はね、ワンピースの古のオタクみたいな方がですね、よく連絡をくれて、連載開始号持ってますよと、神木さんに譲りたいですっていう方が結構いらっしゃって、何冊か私持ってるんですよね。で、そういったのはね、私がたくさん持ってても意味ないので、くれた方に許諾をいただいてですね、ワンピース好きの方にあげたりしてますね。前はね、フィッシャーズのシルクロードさんに一冊差し上げた記憶があります。これはね、まあ今でもヤフオクとかね、メルカリで買うことは可能なんですけど、どうも最近ね、中国ですかね、で作られた偽物っていうのがたくさん出回ってるらしくて、まあ本当にね、そのまま作ってるんですよ。中身も全部ね、コピーして、こういった紙質で作ってるらしくて、割と成功にできてるらしいんですけど、もしもオークションで買う方はですね、その辺よくよく注意してから買った方がいいと思います。こんなもんなんか、匂いとかもたまんないですよね。最初のね、目次コメント、小田先生のメッセージというのも、中学生の時、ジャンプで海賊漫画を描くと決めた。残忍な史実は無視して楽しい海賊たちを描きます。夏だし。でもジャンプってなんで海賊マークなんだろう、なんで栄一郎ということでね、もうこんなにね、巨大な作品になるとはね、小田先生自身、そして編集部の方、そして読者もね、もちろん希望としてはあるけど、ここまでのものになるなんて誰も想像できなかったでしょうね。飛び出せ大きなあの海へということでね、飛び出しすぎてるという感じじゃないでしょうかね。はい、まあこれはね、外せない一冊というところですよね。これが第10位です。続いて第9位はこちらです。これは持ってる人少ないんじゃないかな。これですね。わかりますか？なんか猫の絵が描いてますよね。上をよく見てみると、高橋みなみオフィシャルファンクラブと書いてます。これはですね、小田先生が、あの、高橋みなみさんのファンクラブのイラストを書き下ろされたというものなんですよね。すごく珍しいんですけど、もう私、小田先生のこと大好きですので、こういうのを全部集めてるという感じのオタクなんですよね。その中でもね、これはなかなかみんな持っていないだろうということで、第9位に、選ばさせていただきました。これ開けるとね、入会ありがとうということでね、高橋みなみさん、まあ、写真があるんですけど、まあもちろん私、ファンクラブにはさすがに入ってません。まあ別に高橋みなみさんが同行じゃなくてね、入ってません。しかしね、この高橋みなみさんのファンクラブのね、デザインを小田先生がされたということを知った時にですね、すぐにメルカリかな、かなんかでね、ファンクラブ高橋みなみみたいなのに探して、これだけを売ってる人がいたので買ったという次第ですね。で、このエピソードもなかなかすごくて、2016年に高橋みなみさんというのは、まあワンピースがお好きなんですけども、会社自体にね、集英社に頼んだとかではなくて、自ら集英社に電話をして、編集担当を通じて依頼して、小田先生とメールの交換をしながら、ロゴを完成させたという代物なんですよね。
なかなか珍しいパターンですよね。すごいですよね。高橋みなみさんのその行動力もすごいし、そして小田先生も受け入れたというところね。まあ当然ご本人から依頼があったら受け入れるしかないと思うんですけど、すごいですよね。まあそういった背景も相まって、私の中では結構ね、オタクが好きなものの中でも上位に食い込んでますね。さあ続いて第8位。こちらはですね、集めるという意味では過去最大に苦労したと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあもちろん楽しかったんですけどね。楽しかったんですけど、労力はいったなという代物ですね。それが2013年に発行された47都道府県とのコラボ新聞たちですね。これ私47都道府県すべてとアメリカのニューヨークタイムズ、そして台湾の中国時報すべて持ってます。でこれはどういったものかというと、2013年にですね、11月ですかね、これゲリラ的にいきなり行われたんですよ。47都道府県一つ一つにですね、オリジナルのワンピースの広告が出たんですよね。長崎×ワンピースということで、まあ フランキーが起用されて、まあ、造船会社の、まあ、PR をするみたいなものが長崎県では発行されて、隣の佐賀県ではドフラミンゴが、まあ、名物のイカシューマイをね、紹介するみたいなもので、新聞広告一面を飾られたとかね。東京はスカイツリーでエネルでしたかね。熊本はね、火の国でエースとかね。そういった感じで一つの都道府県とワンピースの一つのキャラクター、そのコラボしたですね、まあ、ご当地新聞広告みたいなものが、全47都道府県で、ゲリラ的にいきなり発売されたんですよ。前もってね、何月何日には、ここの新聞に、このキャラクターが乗りますというのは一切なくて、当日も X、まあ当時はツイッターですよね。ツイッターがあったので、今日こっちの県ではワンピースのコラボ新聞ありましたっていう情報がね、誰かがつぶやくんで、それを見つけてね、発行してる地元の新聞会社に電話して取り寄せるっていうですね、その地道な作業を47個以上ですね、全部やりました。無償で送ってくれるところもあればですね、振り込みのところもあれば、なんか切手自体を封筒に入れて送って、貼ってもらって返してもらうとか、いろんなパターンがあってね、すごく苦労した覚えがあります。ただね、ものすごく当時は楽しくて、当時の自分のツイッターを見ると、一つ一つの件とね、なんか写真を撮ってるやつをね、毎日上げてましたね。これはね、労力がいったけど、でも楽しかったなという思い出も込みで第8位としました。これなかなかね、全部集めてる人っていないですよね。数年前ね、珍しいだろうと思ってね、我が長崎県に何でも鑑定団が来たから、これを出そうと思ってね、応募したことがありましたね。落ちましたけど。はい、続いて第7位。まあこちらは今でも買えるんですけど、小田先生の念願も叶ったというところで、まあ小田先生オタクとしてはね、その嬉しさもあって、第7位というところなんですけど、こちらですね。次郎長三国志。DVD ボックスですね。かっこいいですね。こう小田先生がね、書き下ろされてるんですよ。小田先生、次郎長三国志がお好きで、まあいろいろあってこれを書くことになったというところがあるんですね。まあ経緯を簡単に話しますと、2011年の9月ですね、小田先生がこのジャケットをね、担当されたんですけど、まあその経緯というのは、最初ですね、あのスタジオジブリの鈴木敏夫さんとですね、小田先生というのが、あのドリカムのコンサートのね、トイレでばったり会われたらしいんですよ。確かトイレだったと思います。そしてそれが縁で、小田先生というのはその鈴木敏夫さんのラジオにね、数回出たりされてて、それはまだ今でも聞けるんですけど、そしてそのね、ラジオに2回目に小田先生が出られた時かな、次郎長三国志の話題もまた出て盛り上がってですね、でその時にはその次郎長三国志の権利元である東宝のこう社長がいらっしゃったのかな。そこでね、小田先生というのは、なんで次郎長三国志ね、 DVD 化してないんですかということを直談判すると、パッケージをね、書いてくださったら出しますよみたいなことをおっしゃって、そして本当にこのジャケットイラストを描かれたと。なのでそういう経緯があるので、このイラストは小田先生で、この上の文字というのはジブリの鈴木敏夫さんなんですよね。で、小田先生がリアルな人物を書き起こすというのがですね、あんまり当時なかったんですよ。今では結構芸能人とかね、書かれてる印象があるんですけど、当時はね、すごく少なかったので、そのレアさもあって、なかなか貴重なものだったんですよね。続いて第6位、こちらですね。何回か紹介したかな、八味唐辛子です。これ皆さん知ってますでしょうか。このね、パッケージ、このね、これを持ってる方がね、少ないんじゃないか。今買えないのね、確かね。そしてこれ、今でも中身入ってます。食べてませんから入ってます。知らない方のためにこう説明しますと、このパッケージを見ても分かるように、これめちゃくちゃ赤犬ですよね。はい、赤犬のモデルというのは菅原文太さんですね。で、この八味唐辛子というのは菅原文太さんが作られてたものなんですよ。お日様の砂糖だったかな。そういったこう農園をやられててですね、その赤犬のモデルである菅原文太さんとのコラボなんですよね。これはね、まず情報が出たのが2012年の21、22号合併号のジャンプかな、の目次コメントで、小田先生が菅原文太さんの奥さんより七味唐辛子のパッケージイラストの依頼、嬉しい仕事でした、ということで書かれてたんですね。そしてね、その数週間後にね、
調べるとね、出てきてね、限定5000個ということで、まあ、すぐ売り切れたんですけど、私も買いました。で、後にこのパッケージ違いみたいなものはね、量産されたんですけど、今も買えるのかな？さっき調べたらね、買えなかったんですよね。前はね、ゴマの鬼崎さんですかね、鬼崎コーポレーションの通販サイトで買えたんですけど、今ね見たらなかったんですよね。もうなくなっちゃったのかな。でね、この菅原文太さんというのは2014年の11月にお亡くなりになられてしまいました。でこの時もね、小田先生というのはジャンプの目次コメントで言及されております。ワンピース770話の時ですね。世界唯一の骨格、世界一の男前、菅原文太、言葉が出ません、赤犬大切に書こうと書かれてますね。さらにね、2018年の読売新聞のインタビューでも、僕は昔の人気映画が好きなんです、世界一のイケメンは菅原文太さん、かっこ海軍大将赤犬のモデルだと思っているくらいです、というふうに書かれてるんですね。小田先生が世界一のイケメンと思っている菅原文太さんを書き起こされるとこれになるというところで興奮しますし、まあ今からね、特に赤犬の活躍であったり出番というのは多いと思います。そしてね、こういうふうに大切に書こうとおっしゃってますので、どういった感じでね、こう書いてくださるのか。今はね、赤犬ただただね、敵勢力のなんか一番偉い、まあ言ってしまえば悪いやつみたいな感じの印象があるんですけど、多分ここもね、深掘りされて背景を知ると、赤犬にね、感情移入してしまって、赤犬もね、全然悪いやつじゃなかったんだみたいにこう思う時が来ると思うんですよね。そしてそれをこう書こうみたいなものが読み取れるような小田先生の言葉でもあるので、まあ、ものすごく楽しみなところも合わせて第6位にさせていただきました。続いて第5位はこちらですね。懸賞で当たって嬉しかったというやつの一つですね。こちらです。まだね、開けてないんですよ。もうちょっとね、嬉しすぎて。これね、まあ、同じくワンピース3億部突破キャンペーンの時にあった、まあ、ご当地 T シャツ読者投票コンテストっていうのがあって、まあ、読者からですね、自分が住んでる県とワンピースをね、コラボさせたらどういうデザインにしたらいいですかっていうのをみんなに、ね、こうバーって、ね、募集かけて、みんながハガキでね、まあね、うちの県はね、こういったものが有名なので、ワンピースとこれコラボさせてくださいみたいなのが、たくさんハガキが来た中で、宮崎のヒューガひょっとこ祭りですね。それとコラボしたものを小田先生が採用されて、小田先生がですね、こう、麦わらの一味をひょっとこにしちゃったというやつなんですよね。まあこれは後に、宮崎県のヒューガ市の観光協会みたいなところで、これのネイビーかな、黒かな、っていうのがね、一般発売されたりはしたんですけども、この赤色というのは、その懸賞でしかもらえなかったやつなんですよね。まあジャンプの懸賞、まあハガキを書いてね、ジャンプにこう送って、まあ当たるってやつですね。それで私当選してもらったんですけど、まあ何個かね、献金で、まあ、ありがたくこう当たったやつっていうのはあるんですけど、その中でもね、なかなかレアでね、もうもらった時すごい嬉しかったんで、今でも、すごく覚えてるなという商品ですね。続いて4位はこちらも懸賞関係なんですけど、さらにレアですね。それがこちら、ワンピースフィルムレッドよりですね、アドさんの新時代のレコードですね。これも開けてません。これはね、当時のツイッターでキャンペーンがあってたんですよね。レッドなレコード上げちゃうキャンペーンということで、50名限定で検証が行われたやつだったんですよね。それがなんとね、当たったんですよ。もうこういうのはね、正直私のそのツイッターのアカウント、割とこうフォロワーさんがいらっしゃるので、もうほぼほぼ当たらないんですよね。当たらないと思ってね、まあ、みんなに拡散する意味でリツイートをした記憶があるんですけど、なんとこれ当たったんですよ。嬉しかったなー。すごいですよね。でかさがいいよね。そして小田先生の絵がさ、こんなさ、もう俺も小田先生のこの鉛筆でシャシャシャって書いたやつ、もう一番好きなんで、それがね、来たっていうのがものすごく嬉しかったです。これはね、メルカリで見たらね、23万円とかで落札されてましたね。まあもちろん私は売らないんですけど、それぐらいレアだということですよね。はい、続いてこちらはですね、別に高価なものじゃないんですけど、この小田先生オタクみたいなものを極めるとそこに行き着くというもので、他のワンピースファンの家にはほとんどないだろうという代物ですね。これを持ってたらね、ああ同じタイプの変態ですかとね、握手をしたくなる一品たちですね。それがね、こちら柳瀬隆先生、アンパンマンの柳瀬隆先生の白い馬と地鈴の鈴であったり、大昔の生物という本ですね。これは小田先生が幼少期の時に読まれていた絵本や図鑑たちです。はい、これはね、柳瀬隆さんと対談された時のね、カラーウォークのインタビューの中で、これを読んでたということが言われていて、
このね、大昔の生物というのも昔おばあちゃんに買ってもらったというのは、ね、別のインタビューでこうおっしゃってるんですね。こういうのを買い出すとですね、末期ですけどね、私はものすごくそういう人には共感します。こういうところからね、小田先生何かをワンピースにこう落とし込まれてるんじゃないかと。やっぱりね、小田先生昔のインタビューでもおっしゃってましたけど、いろんなものにね、まあ、自身が経験したいろんなものに影響を受けてますということをね、おっしゃってましたので、まあ当然そうですよね。なのでね、ここからね、ワンピースとね、こう繋がる部分があるんじゃないかとね、いうことでこうね、見ていくとね、面白かったりもするんですよね。これはね、まあ別に珍しくはないんですけども、ワンピースがお好きとか、小田先生がお好きという方はね、もう行き着く先にはね、ありますよという一品たちですよね。はい、続いて、いよいよ第2位ですね。こちらはね、持ってる人ほとんどいません。これ動画では初めて紹介するな。ででででで、てれー、手塚赤塚賞受賞記念懇親パーティーの時に配られるやつです。これは別に小田先生が手塚賞を取られた時のものではないんですけど、もうフィルム Z の時ですからね、こういうね、図書券がついてるんですけど、まあ毎年ね、手塚賞赤塚賞っていうのは漫画賞であって、小田先生もね、ずっと最近は審査員を務めてらっしゃるんですけど、パーティーというのが毎年あるんですよね。でその前の日、その前週に編集の方のこう移動があるみたいなね、まあ集英社内のこう恒例イベントもあるらしいんですけど、そこでね、配られたやつですね。まあ毎年毎年違うやつが配られてるんでしょうけど、なかなかね、こう一般人たちはあそこには入れませんし、漫画家さんだったらね、当然たくさん持ってるんでしょうけど、読者側というのはね、持ち得ないものですので、結構レアですよね。これはですね、とある方からいただいたんですよね。まあ、当然ここに行かれた方なんですけども、その方から直接いただいて、まあそれもあってね、自分の中ではわあ、こんなのあるのかと思ってびっくりして、まあオタク心をくすぐられたという点で第2位にしました。これね、私とつながってる人では、 X でつながってる人の中では有馬さんとか、黒いハンカチさんとか龍之介さんしか興奮しないと思いますけども、なんかめちゃくちゃ良くないですか。好きです、こういうの。こういうのばっかり集めたいな。はい、そして長年のオタクが集めたレアものトップ10第1位、紹介していきたいと思います。何でしょうか。こちらですね、これ今でもね、嬉しいもんな、見るとデレーン、伊藤美希夫さんのサインです。まあ伊藤美希夫さん、漫画家さんなんですけども、小田先生のアシスタント時代のお仲間でね、もちろん今も親交あられると思うんですけども、ワンピースの作中でもね、特に最初の方ね、ミキオイトゥという、まあ、人物で手配書がね、壁に貼られてたりとか、お酒のラベルにイトゥと書いてあったりね、いろんなとこで登場してる方でもあるんですよね。そのワンピースにこう登場してる方がサインを書いてくださったというのが、なんかね、不思議な気持ちで、漫画の中にこう入ったような感じがするし、ワンピースの中でもなんかこうパンダマン的なね、そういう遊び心のあるものがこう現実に飛び出してきたみたいな、ところがあって、これいただいた時はものすごく嬉しかったんですよね。そしてこれね、やっぱりレアですよね。ワンピースの中の伊藤美希夫さんのご本人のサインが私に来たというところで、もうたまんないんですよね。伊藤美希夫さん、月曜日のライバルという漫画も書いてらっしゃって、まあその時のね、キャンペーンで当たったものではあるんですけど、その月曜日のライバルというね、本もね、またね、もうたまんないんですよね、漫画家さん好きからするとね。小田先生をモデルとされた方も出てきますし、まあいろんなね、伊藤美希夫さんの、まあ漫画家仲間というか、ライバルたちというか、その人たちをね、モデルにしてこう書かれた本なので面白いんですよ。まあということで、これはね、まあ第1位。興味ある方ない方いらっしゃると思うんですけど、私みたいな趣味嗜好のオタクの方っていうのは、おおって思ってくださったと思います。はい、いかがだったでしょうか。たまにはこういう動画もいいですね。結構動画の中で初めて出したやつもあるんじゃないかな。まあまだまだお宝みたいなものは結構ありますので、好評であれば第2弾やりたいと思います。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。どうも最後までありがとうございました。じゃあね。